おそらくダブルチーム来るんだろうなということは予想してた感じがしますね。はい、今村です。フリースローライン中から軽快にスリーポイントミドルを決めています。早速新潟4点、奪ってから早く攻めていく今村、ドライブを選んだ。一旦上がりを待ちました。もう一回今村キャッチアンショット。おー、今村がまた来ました。今村いいですね。チャンスになった。今村から最後はハミルトン連続攻撃。あー、うまいパスになった。最後はガードナー、壁が完全なパーキンズ、はい、釣られて重心が逆側に行ったところから行きました。おっと今のもギャロップ最後は見るとギャロップステップから決めていきます。チャギ時代に駆け巡ってから今村へと前に壁があった。柏木のスリー狙い来ました。フリースローラインちょっと迷った。植田ドライブを選んだ。今村もう一回、今度は来ます、今度は来ます。同じミスは二度繰り返さない。バックダウンの動きでしたがそこを出せず、パワープレーその奥のところ。いや今うまくね、宇沢がスクリーンになってましたんでね、今村行くことができませんでした。アドナーとパーキンズが共にスタンバイしています。五十嵐そこから今村もう一回来た。またまた来た、持ってきましたね。右手が上がった今村啓太、ブロックショット。さあ走る、堀井が走る。五十嵐だ、五十嵐ドライブを選んでいった。今村来ました、このクォーター12点。森井から今村狙いすまして沈めてきます。完全にこう乗りましたね。さあこの局面今8点差、森井から今村。森井にはかなりマークが厳しく、今村またですか、23点。集中力の部分もあるんでしょうけど ね。フリーを狙ってきた。ちょっと体勢厳しかったんですが、さあフリーフリーで来ています新潟。ああ、ここも振り切っている。金丸を振り切って今